インターネットレディオ goodair.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3,GO! どうも、中村健太郎です。ちょっとこの時間は飯食うだけなんですが、相変わらずね、結構普通のご飯食べるようになってはきたんですけど、痛風になってからはね、基本キャベツ生活、相変わらず頑張ってます。頑張ってるっていうかね、でもね、飽きないんですよ、わりかしキャベツ食い続ける生活に。なのでまあそこそこ健康にはなってきてるのかなと。体重はですね、マックス88キロあったんですけど、この生活になってからかな、ヨーグルトダイエット企画もやったんですけど、ダイエット企画もやりたいね、やりたいんだけど、ちょっと無茶な食生活とかが今できない状況なので、それはちょっとね、影響あるかなと思います。ちなみに最近はこちらです、ダイエットって書いてあるね、カロリーゼロの、ごま風味のドレッシング、カロリーゼロではないと思うんだけど、こちらをかけて食べることが多くなってまいりました。まあ痩せないとね、本当に。あ、で、ヒカリン埼玉さんからねコメントあったんですけど、八代のこのうちのスタジオ、ぜひ来たいというふうに言ってもらってありがとうございます。埼玉からか。ぜひね、マンボウも一応終わったんで、遊びに来てくれたらいいなと思ってます。泊まる部屋もあるんで、ぜひよかったらマジで遊びに来ていただいて、まあコラボ動画っていうかね、なんか熊本を拠点になんか紹介してもらえたら、俺がやってる意味ってあるのかなっていうのはあるので、ぜひ来てください。遊びに待ってます。うまいね、意外とこれだけでお腹たまるんです。ヨーグルトの時はお腹がいっぱいになるってことがなくって、食った瞬間ぐらいだね、なんか食べたって感じがある。だから30分もしたらお腹空いてたんですけど、キャベツは全然お腹にちゃんと溜まってくれるので、わりかしいい感じのダイエットになってんじゃないのかなと思います。で、あ、ごめん、マックスが88だったのが体重の話、大体82前後まで体重は落ちました。はい、痩せたっちゃ痩せたのかな。ただ目標60代なので60代までちょっとね、頑張って痩せようかなと思います。せっかくなのでご覧いただきましょう。僕の若い頃のヒッチハイクで日本中回ってる頃の写真です。ちょっと分かりにくいけどこのぐらいまではね、どうにかもう一回痩せたいなと、はい、思っているところです。今ね、結構この再開に向けていっぱい準備はしてきたんですけど、これワイヤレスマイク、買いました。1700円ぐらいかな。今、一応3種類ぐらいワイヤレスマイクを買って試したんですけど、もちろん業務用のやつは操縦士に合わせて5万何千円とか、まあもっと高いのも当然ながらあるんですけど、まあ基本的にお出かけするときっていうのは iPhone で撮るということがほとんどなので、ワイヤレスマイクで、まあ、大体このぐらいの距離、今結構離れてるんですよ、めちゃめちゃ。なかなか僕全体が映るってことないと思うんですけど、このマイクにたどり着くまで結構時間かかりましたね。iPhone のライトニングとかに突っ込むマイクって Amazon とかにもいっぱい売ってるんですけど、僕声でかいんですめちゃめちゃ。で、 iPhone って入力レベルの変更っていうのができる、まあできるアプリもあるんですけど、基本的にマイクの性能的に音が割れるってことが多々あったんですが、まあこれに変えてから、これにたどり着いてからか、まあ本当わりかし大きい声で喋ったりとかしてもね、いけるということになったので、まあお出かけ系とかも結構これから増えるんじゃないかなと思います。大園ディレクターがいる時は県散歩っていう企画やってるんですけど、まあ自分一人でやるってなると、iPhone 片手にこういろいろ撮りに行くわけですよ。あの時こう離れれば当然マイク遠くなりということがあるんですが、やっと3つ目で、しかも一番安かったやつが意外と良かったという。これ結構って大きい声出しても割れないと思うんです、多分なので、まあ、このマイクをこれから使っていこうかなと思います。で、明日はさすがにちょっと出かけようかなと。今日ね、ヒカリン埼玉さんから遊びに行こうかなってコメントもらって思ったのが、汚ねんだよこの部屋
だから、まあ今日も仕事まであと2時間しかないんですけど、とりあえず部屋を掃除して少しでも綺麗な状態にする方に今日は時間をかけようかなと。まあぶっちゃけ今夕方の4時なんですけど、上げなきゃいけない動画が、6時、8時、10時と、あと3本はこれはあと2時間の中で撮らなきゃいけないので、あと2本か。じゃあこの動画が、今撮ってる動画が多分6時に出るので、8時、10時とあと2本はね、動画を撮らなきゃいけないので、それをこの2時間以内に、撮影をして編集をして出すということになってるので、どうなんですかねどうにか初日ぐらいはちゃんとね、2時間に1本やりきりたいですよね。はい、というわけなので、腹ごしらえをしてまた8時に続くということになりますんで、ぜひ皆さんお時間のある方は見てやってください。よろしくお願いします。終わりますThank you for your listening. Good Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことは、インターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。